川本敏夫は、日本の実業家、マイカル元社長、イオン元常務である。1950年9月10日生まれ。1975年3月、山口大学経済学部卒業。同年4月、ジャスコ株式会社入社。1991年7月、近畿四国事業本部京都南店長に就任。1995年4月、 近畿四国事業本部ひねの店長。1999年3月、マックスバリュー事業本部、マックスバリュー第四事業部長。2002年2月、西日本カンパニー、奈良井が事業部長。2003年5月、中部カンパニー社長。2004年5月、同社執行役に就任。2005年5月、同社常務執行役就任。2006年3月、同社顧問。 同年5月の株主総会後に社長就任、大英元常務。2017年5月22日、大英監査役を退任。川本敏夫マイカル社長インタビュー再生への反転に向け自己否定で脱皮するという記事が雑誌販売革新第45巻6号に掲載されている。マイカル川本敏夫、新社長2006。 社長、クリック大英再建5年目の現実に大株主と、連携鍵に、イオン、マルベニ、リテルテックジャパン、2009年11月23日、人事、大英移動ニュースハット NDL オンライン。ありがとうございます。